3、2、1、ゴー！おお、パーフェクトフェニックス、ゼロアトミック、レベルチップ付きでいきます。おおし、おし、おっしゃ、はい、こんにちは、まーちゃんなりまはるです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。ベイブレードバーストのデッドフェニックスゼロ AT です。はい、2019年1月26日本日発売のデッドフェニックス購入してきましたね。えい、ちょうど一つ前の動画でなんか宇宙人が持ってき損ねたやつだよね、うん、そうだねちゃんと発売になりましたんで、こちらを使って遊んでいく前に黄金の5秒間、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあいくよ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。じゃあ早速開けて遊んでいきましょう。こんな感じで入ってましたね。じゃあステッカー貼っていきましょう、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがデッドフェニックスゼロアトミックですね。かっこいいね、じゃあ早速セットしてみましょう。ロックの硬さいかがかな。よいしょ、あ、割と硬いかも、うん、はい、これがデッドフェニックスゼロアトミックですね。かっこいいね、かっこいい、黒と赤ベースでこのメタルがね、うん、よしよしあって、すげえ、いいね、うん、かっちょいい。おアトミックもちゃんと黒と赤になってるね、うんうん、リバイブフェニックスと比較してみるとこんな感じ、うん、やっぱこのアーマーがちょっと大きくなってるのかな。そうだね、あとメタルが増えてるね、うん、アーマーの。そうだね、厚さ的にはほぼほぼ一緒か、うん、そうだね。それでこのデッドフェニックスのアーマーとリバイブフェニックスのレイヤー、これを合体させることで、はい、こちらパーフェクトフェニックス。そうだね、パーフェクトフェニックスが完成するんだね。重そう。でこのレイヤーめちゃめちゃ重いです、うん、すっごい重い。ちなみに 27g もあるんだって。逆にカルカルなのがこっちねリバイブフェニックスのアーマーにデッドフェニックスのレイヤーで、すごい軽いレイヤーになりますね、これ。軽いけどかっこいいね。かっこいい、これもかっこいいね、うん、はい、じゃあいつものアングルでシュートしていきましょう、うん、はい、ではデッドフェニックスをシュートしていきましょう。じゃあ進行お願いします。ゴーシュー。あー、やっぱりアトミックだから動き的には一緒だね。この前のこのこれとほぼほぼ一緒だね。そうだね、動きはね、はいはい、じゃあ早速対決していきましょう。エイシン君が使うのはデッドフェニックスゼロアトミック。はい、私が使うのはリバイブフェニックスゼロアトミックですね。新旧対決、うん、3、2、1、ゴー！おお、え、あ、バーストしちゃった。やった、一撃だ。3、2、1、ゴー！おっと、今回は違うかな。ダメ、よし、先に真ん中取った。これはほぼほぼ同じ動きかな、うん、同じような軌道です。Z の方がちょっと速いのかな。あ、やばい、これはどうなる。あー、負けた。3、2、1、ちょっと当たりすぎだったかな、壁に。だね、これはリバイブの方がまだ回転力が残ってる。リバイブじゃねえや、デッドの方が。デッドの方がなんか遅く見える。これは多分色の違いだと思うんだけどね。あ、だね、多分だけど。あ、色の違いっぽい。そのまま、あ、これはまずい。おお、はい、続いて私はこちらでいきます。超絶アーキです。ドゥエルブメテオデストロイダッシュですね。3、2、1、ゴー！あー、この近くで引き込んでます。うわー、うわー、おい、アーマー増えた。あ、やばい、このアーマーが邪魔、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 邪魔だ。あ、でもこの軽くなってるからこれは勝ち目ある。あ、負けた。3、2、1、ゴー！早い、おーし、オーバー。3、2、1、ゴー！おー、アーマー外にはまり出した。あー、まずい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 。これはいける。いけると思う。強烈すぎるアタックか。すごいね、メタルの音がね、キンキンって。音が。うわわわ。あ、あれ？あー、開けちゃった。続いて私は超絶バルキリー、ダブルオーエクスパンドアブソーブでいきます。3、2、1、ゴー！
滅。3、2、1。からの。甘いよ、外れろ。触れない。外したいんだ。外すとバースト力なくなっちゃうから。あ、でもあれだ。超絶覚醒してるからバーストしないわ、こっち。超絶覚醒解除したい。超絶覚醒解除するのによっぽど吹っ飛ばしてね、壁に当てないとね。あー、ダメだ。でも3、2、1。はい、続いて私はデッド派です。ゼニスボルカニックダッシュでいきます。3、2、1。じゃあ、重い。バレスは重いぞ。暴れだ、暴れだ。早い。追いつけない、追いついた。3、2、1。あ、やばい。あ、こうなるとスタミナ負けた。おお、当たった。3、2、1。27か。3、2、1。はい、続いて私はこちらエアナイトアウターゼータ出していきます。3、2、1。さあ、エアナイトもなかなか強いからね。3、2、1。あーっと、うわ、逃げる。おい、うまいこと真ん中乗ったよ。あー、フェニックス。さあ、スタミナ勝負。重量の方がいいよ。軽いと早く倒れちゃうよ。そうだね、確かにそれはあるな。遠心力は強いだろうからね、パーフェクトは。あー、3、2、1。あー、ダメでした。はい、じゃあ最後に私こちらやっていきたいなと思います。ウィークフェニックス。弱いフェニックス。ウィークフェニックスゼロアトミックですね。勝手に名前つけた。ウィークフェニックス。3、2、1。さあ、これ軽いのとは思うのだよね。おっと、外れたのは、おっと、これは、わからないぞ。あー、でも、どうだ。あとはレイヤーの重さで言うと、リバイブのが、あれだもんね、リバイブっていうか、パーフェクトになるのかな、この場合は。だね。あの、真ん中に陣取ったのは、すごいちっちゃいペイだね、これ。アーマーが外れた、ちっちゃいよ。昔のシングルレイヤー時代のね、ペイ。あー、負けた。おー。3、2、1。おー、2人とも同じ動き。常識だね、同じは。あー、どうなのかな。あー、取れちゃった先に。あー、そして蹴散らされた。これではもう勝ち目がないんじゃないかな。でも安定してるのはこっちかな。あ、ダメだ。だがもう遅い。あー、イエー、3、2、1。避けろ。あー、また外に出ちゃったよ。僕の唯一の武器が武器飛んでったよ、また。これではもう勝ち目はないな、パパに。いや、まだあるか。いや、まだわからないよ。あー、ダメっぽい。ダメっぽ。イエーイ。はい、ということで今回はベイブレードバーストのデッドフェニックスゼロ AD やったー。はい、ということで今日の動画がもしよかったら、気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、高評価、グッド、ライクをお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつもと飛んでてますので、ぜひチェックしてみてください。お、どうだろう。おそしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということでですね、デッドフェニックス強かったね、うん、あとパーフェクトフェニックスもめっちゃ強かったね。強い、うん、次回はですね、こちらの超絶改造ガイドをもとにやっていきたいなと思います。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。